こんばんは。ちょっとさっきちょっとだけまた大富豪をやったんですけど、今日は大富豪、お待って、もしかしてさ、ココハとココミンの2人がいるルームに入ってきた幸運の方かな。 YouTube お疲れさん、ありがとう。対戦できなかったですね。ココハをさ、推しメンカード設定してくれてる人とできなかった。マイク欲しい、音波ありがとうございます。やってくれてたんだね、もうみんなありがとう。だってさ、配信中でさ、めっちゃポイント上がってたから、本当にありがとうございます。誰とも会えてないんだ。まあそうだよね、音波ありがとうございます。だよね、すごい、めっちゃ幸運ですね。もうココミンとはね、もうめっちゃ一緒にやってるんですけど、4分の2、何 NPC って。本当にみんなやってくれてるんだ、ありがとう。まあそうで、難しいよね、一緒にね、対戦。あ、コンピューター、へえ、わかるんだコンピューターってなかなかね、そうね、本当になかなかね。でももうすぐで20億いくので、いや、そうなんです、19億、めっちゃね、めっちゃあの、なんだ、めっちゃあのポイントたまった、たま上がってた、配信中に。ありがたい、先ほど対戦、お、ありがとうございます。初めて聞いた、ありがとうございます。先ほどはありがとう、こちらこそ。子供たち、そうね、今日のね、あのグループ分けちょっとおもろかったよね。ラグがありそうだから、あ、そう、ラグがねあるから、あの時間を言ってね、やってたの。ただただカウントダウンしてたらさ、ラグがあるから、何分から始めましてやってました。ありがとうございます。メンバー、まあね、合わないですね。前髪飛びましたね、飛んでない、忖度しきれありがとう。あ、そう、伸びた、今日切ろうっていう計画立てた。中ちゃんが話したら意外とギャルっぽくて、え、私のこと？みゆさん、もうなんか、何、もうめっちゃ話してるけど急に思ってくれたのかな何、私、ココハのことですか？嘘、もうなんかすでにいっぱい話してる気持ちだったけど、仲良くなってさらにギャルだと思われたのかな月末にメンバー、あー、そんなのがあるんだ。まあ確かに頑張れ。ココミンと書きない、いいね。大富豪、今更ながら、え、ありがとう、そんなのできるんだ、ありがとう。こんばんは、配信外見た、おー、すげえ。とりあえず、いや、全部ココハにしてね。子供組、子供組かね、楽しかった今日の YouTube。 こちらこそありがとう。ココハ推しやってくれてるんだ、ありがとうね。見れなかった自分、結構ね、さっきのボーナスタイムだったから22時になってボーナスタイムにやってた。ギャル、ギャルじゃないです、え、ギャルじゃないよ、みゆさんが言ってたの。詳しく知りたい、ギャルと思ったエピソード。何、クマ飛んできたけど、ちょっと待って、なんか日焼けした日焼けしたクマ飛んできたけど、ちょっと待って、ちょっと待って、やったね。うん、あれか、マリンさん推しの方ね。ギャルなの、10ベッドとかしてんだ。10秒ぐらい、こうなら、うん、結末お楽しみ、やったー、結婚して、おえー、なになに、日焼けくまちゃん、ありがとう、タワー、なんで、ありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい、日焼けくまちゃん、
またわ。ありがとう。夏仕様のクマくれたの。ありがとう。嬉しい。ちょ、今髪持ってないんだよな、髪もペンも。ありがとう。日焼けクマちゃんタワー。あ、スクショしとこう。危ねえ危ねえ。ありがとうね。最近公園でも会えてないね。待ってるよ。パリピ、パリピじゃん。向こうもね、なんかちょっと若干日焼けしたっぽくてやばいって感じ。まあ分かんない程度ならいいんですけど。別に、あ、じゃあ今日の紹介しよう。てーん、見てー、チロル、これ、チロルチョコのこれ。てれーん、味はこれ。味はこれです。チコワイトシ、うん、いいよいいよ全然。また都合が合えば。待ってるね。ね、これかわいいよね。月末、お元気だよ、キューピッドクマちゃん、ありがとう。そう、これね、やばいよね、いいよね。さっきね、みくるさんに会ったからね、プレゼントした。で、これいいよね、欲しいよね、みんな。みくるさん元気だったよ、昨日会ったばかりだけど。プレゼントしました、桜井じゃないよ、ね、メールに送ってくださいって言った。送られてきたかな。メールに送ってくださいって言っときました。確かにグッズ化というか、食べ物だから難しいのかな。なんかどこで売るかとかあるんかな。あんまなんかさ、チョコを食べなくて。さっき1個食べたんですけど、フィルムね、でも保存できるからいいよね。反応は嬉しそうだった、嬉しそうでした。何これって言ってた。で、あの事務所にね、ウォーターサーバーあるんですけど、ウォーターサーバーの水がなくなってて、あの取り替えてて、かっこよかったですね。友達から、あ、本当にありがとう、対戦ビギナー、そう、初心者ってこと。みくるさん、え、食べてたよ、国波の目の前で食べてたもん。いや、いいね。あ、売ってたんだ。そう、みくるさんがウォーターサーバーの水変えてた。似てるかな。わからない。てかね、さっきね、あの大富豪のね、アイコンガチャのね、あのアイコンガチャでキミエさんが出たから、キミエさんにしました。ラブリンさんにしてたんですけど、キミエさんにしました。あとで大富豪もうしたんだよ、さっき10時からボーナスタイムにしてたんだよ。ありがとう。許さない。だって都落ちさせてきた人でしょ。許さない。17連勝だったのに。うん、許さないもん。結婚してお二人です。
ふん。ふん。お母ちゃんと対戦するには、運です。こればっかりは運ですね。こればっかりは運でですね。結婚は一生しない。キメイさんとする。マイクありがとうございます。ご飯諦めきいね。配信の時ナイフ。別サバ？別サバ疑惑？今ね、富豪だったっけな、忘れた。大富豪じゃ、富豪な気がするな今。サード、お、いいね。チャンス希望。まあ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 、いつかは当たりますよ。だって70億ですから。いやマジで頑張ってほしい。なんかでも大富豪やっててもなんか12期推しカードにしてる人少なくて、そういう、そういう人に限って負けちゃうと悔しいんだよね。あのなんだ、12期の推しメンカード設定してる人に負けたら、まあ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 ってなるけど。ニャホ、お、公演ぶりだ、ありがとう。昨日は公演来てくれて。そうだ、昨日の公演ありがとうございました。あ、昨日の公演の後しおるもしたか。そういやしてました。公演しばらくないのが寂しいな。ここは19までないのか。なんかこんなに開くのあんまりないよね。忖度してくれ。いやでもまあまあポイント貯まるから。ポイント貯まるからね、その分。まあいいかなって。明日21の S 公演の、あ、明日発表なんだ。当たりますように。公演いつでも来て。結構やってますのでね。結構やってますのでね。19日はみやびも初アンドは17日だね。19日はミキさん生誕なので。ミキさんのサイリムは何色だ。昨日公演で何回かコハちゃんに入れてもらって、お、ありがとうございます。ありがとうございます。ギャルと感じて。え、あのミユさんがさ、ココハのことギャルと感じたエピソード知りたいんだけど。今さ配信してたよね。もう終わったのかな。夏休み今28のいい公演申し込みそうだ。お、待ってます。紫一本なんだ。じゃあ紫一本振りましょう。21は大丈夫だけど、24はなんだ。24はなんだ。ハートありがとうございます。ギャラフィスお嬢さん欲しいよね。当たれば初、お、初いいココハが出るやつ嬉しいな。いい、あ、目か、目だ、制服の目だ。24はそうだ。じゃ19、24、28かなですか。19、24、28が公演ですね。じゃあ19、21もか。19、21、22、19、21、24、28だね。はい、19、21、24、28公演出ます。だね。うん、19。今月意外と目が少なめ。そうか、 4,5 回やってない。4回。どこかしらに来てください。土日、おめえ土日らしいよ。いいね、すごい。月末に全部出る。
月末全部出る女。今月目3回嘘ん全然覚えてないな。4回目かと思った。21がん21 20じゃない19違う24が24が4回目かと思っちゃった。長ちゃん長さん、あ、答えたくないのか、了解聞いてみようかな。いい出てますから来てください。寒くなるまでに目一回、ぜひ来てください目。24おしりんさん初めて。森本さん行きます、待ってみやす。いい待ってるよ、いい来てよ。21 19 K2 21 S 24 目 28 E。 すごくない？バランスが思って、ああなるほど、思ったよりってことね。まだ覚えきるん？わからない応募できるのかな、わからない。28とかはまだ応募期間中なのでは。わからないな、ここは把握してないよ、だって応募しないからわからない、わかりません。みんな言って、28な今日だって、それより前はもう終わりだって。まあトレードとかシーズンオフ応援できる子、お確かに今もたくさん来てくれてるけど、いいやまだいけるって。28当ててねー体力的に、なんかさ、なんていうの、連続だからきついとかはないかも。なんか普通にだって期間が空いた方がなんか体力がなくなってきついっていう気持ちかも。連続だからとかはないかな。うん、まあ、だってそんな4日連続とかではないしね、あの空いてるしね。28の岩お開始やったね。ケガ川と、あそうじゃん、ルーさん出るから全アンダー制覇の2人、まだ私だけ混乱しないですね、混乱。どういうことだってさ、え制服の目の時に S の振りやっちゃったとかそういうこと？混乱しないですね。27も投げちゃって、立ち1枚1回覚えるのどうですか。なんかでも意外と何覚えてるもんなんですけど、やったことあるポジションとか。でもね、割と制服の目とか S とかは毎回ポジションが同じってわけじゃないので、でもうーんって感じ。なんかうん、褒めてほしいわけでもないし、別に研究生だからさ、それが仕事だから当たり前なんだけど、ちゃんと頑張ってやってるって感じこれもなんかおかしいな、なんかできて当たり前、まあ当たり前なんですけど、そりゃそうだよなとは思ってほしくもない気持ち、まあ何でもいいんですけどまあでもね、そう
いろんなポジションやるのはマジで楽しいですね。なんかわあそこの振りやりたかったんだよなとかあるじゃないですか。いいのこかちゃんも見に来てください。コミまで17日で制覇ですね。 S も来てください。ハルさんといる。総選挙はない。そうマジでね、研究生のいいところそれ。公演大好きだからマジでいろいろ出れるのがねマジで嬉しい。ポジションね、ああれあれかな。でも制服の目も4ポジで、S も4ポジなんですけど、制服の目だとあのなんだっけ、制服の目の定曲の SKE の文字作るのはなんかやってみたかったからできて嬉しかったし、 S のブルーベリーあの歌割りとかもできて嬉しかったし、あとねあの青春グローイングの世の中そんなに甘いもんじゃないのとこの歌割りの振りをねなんかやりたかったの、見ててやりたかったからそういうの嬉しかったし、リトーマーはそう4ブロック全部できるんですけど、そう、そういうのもね結構だからなんか振りに詳しい人かも。だからね嬉しい、なんかできるのは嬉しいですね。なんか楽しいから。K、そう。こんなんね、しないね。通常公演。入ってください。そう、マジ研究生の醍醐味ですね。逆方向行っちゃうとかないですね。あるのかな？もうちょっとやってったら。今んとこなんか、混ざったとかないかもしれない。それ分かりません。してるとね、ね混ざったことないと思う今のところ。多分ないです。多分ねー。でもまあ要確認、確認は必要だよね。ダブルマイ。でもさ、こはさ、なんか制服の目でも一回やったことあるし、昨日もなんかマイクを持つの忘れて袖にスタンバイしちゃうことはある、たまに。いろんなこは見てください。思い出以上ね、好きってめっちゃ言っていただけて嬉しい。なんか思い出以上をさ、最初やるってなった時さ、なぜに私みたいな、なぜに私って思ってたんですけど、ダンス面じゃないしなみたいな。でもなんかこうやってくうちにさ、めっちゃなんかいい褒めてもらえることも多くて嬉しいですね。思い出以上は思い出以上、お、嬉しい。メガネとかね、忘れたことないね。マイク。思い出以上ね、ありがとうございます。結構ね褒めていただけることが多いんですよ。でも思い出以上はね、センターの衣装が好きですね。だからちょっとね、センターいっぱいできるように。今日もなったのかな。あげる場所ありがとうございます。たくさんてかな、エスコイめっちゃいい席だったね。最善。オオカミとプライドね、いつかできるかな。いつかね、まあ、いつか
やりますね。こんばんは。いやー嬉しいですね。ユニット制覇ねしたいよね。いつでもできる準備はできているがという感じです。結婚して奥旅です。枯葉でも枯葉はね、そう花菜めっちゃベストマッチって感じだし、まあ何かあった時にピンチヒッターで出れるぐらいにはって感じですね。そういう感じ。100回、年内100回目指して。いやそうね、なんかお花の別のマッチって感じだから。狼はね、でもなんかさね、できるんですけどって言ったらいいかな。ちょっとできそうなんですけど私って言ったらどうかな。できるかな。前髪を切りたい。枯葉ねいいよね本当に。あのリハは裏で歌ってますね、自分一緒に、花菜と一緒に裏で歌ってますね。女の子の第六感もね、赤とかいつかやりたいかも。おんぱありがとうございます。いろいろできたら嬉しいですね。メンバーの組み合わせ次第ではあるといいね。いろんなパートね聞いてみたいでしょう。結婚してお二人です。枯葉ねえ、確かにくるみさんも本当にベストマッチでしたね。それぞれの良さというものがありますから。流れ星ありがとうございます。次マキさんいらっしゃいますね。緊張、私あんまり緊張しなくて、マキコさんもう制服の目はもう2回出てくださってるので、わからない、私がそもそもあんまり緊張しないタイプの人間なので、なんかうん、だって一緒にさ公演作り上げるのにさ、その一緒に作り上げていく出演メンバーで緊張してたら届けられなくない？緊張感はあっていいと思うんですけど。ケツといい、出てみて気に入った曲とかありますか？うん、いや普通に好きな曲はありますよ。広瀬メンバージョン半30分か。45に終わります。45に、45分になったら教えてください。わからないんですけどね、わからない。だって何、こっち側で緊張してたらもったいなくない？お客さん側に緊張してるのはまああれかもだけど、こっち側で緊張してるのめっちゃもったいなくない？届ける以前というか。水野さんと話しましたか？うん、なんかたくさんではないけどたくさんお話はできてないかもしれない、まだという感じ。いやそんなそんな舐めてないです。すいません、あの舐めてないです。
前髪切らなきゃ。最近前髪分けてないから。ちょっと眉毛がね、なんかでもなんか見えないとさ、なんか前髪最近分けてないからさ、眉毛ちょっとあんまりだよね見えないとなんか少々いいかと思っちゃったりしちゃうタイプ。そうだ、なんかさちょっと前にみゆさんと連絡先を交換したんですよ。交換しようって言ってくださって、いやー嬉しいと思ってでもまだ一言も交わしてなくてこれはココハから何かを送るべきなのか、何を送ろう、何を送ろうかな。いやすごい嬉しいなと思って交換しようって言ってくださって嬉しいと思ったんですけど、まだ何も何も交わしてなくてね。そうちょっとおいしい食べ物の写真おもろい。それは夏みたいな花ありがとう。ギャルじゃないですよ私、全然ギャルじゃない。ギャル要素ないでしょ。あります？聞いてみたいかも。ココハにギャル感じたエピソードありますか皆さん。いやギャルも反対だと思った自分。サッカーね見に行きたいね。ないです、ないよね。まあみんなの知らない私がいるのかもしれない。話し方ね言ってたらしいねそれめっちゃ気になるんだよね、そのギャルと感じたエピソードめっちゃ気になる。嬉しいな、ココハのこと話してたんだ、嬉しいな。サッカー好きですよ。え嬉しい。なんかさ自分の話してくれるの嬉しくない？その普通にさ、なんかそうなんかね、みくるさんもさ、なんかココミンかわいいみたいな昨日で今日もあって、声とかなんか落ち着いてる感じが好きなんだよねみたいな言ってて、なんかたくさんねこう話してくださったりこう仲良くしてくださる先輩いっぱいいるんですけど、なんかみんな、なんか違う12期生好きみたいな、可愛い気になってるんだよねみたいな言ってて悲しい。ココハのことをお好きな先輩はいないなんかいないくて、みんなえみーさん一人でサッカー行ってるんだ、一緒に行きたいな。ハートありがとうございます。いいところ話してくれて嬉しい。キメさんもねココハお気に入りじゃないから。そうみんなねそれぞれ、そうたくさんねお話はねするんですけど、いろんな先輩とお気に入りって言い方であれか、なんか気になる12期生みたいな。違うんですよね、なんかね悲しいね。私を好きって言ってくれたら100倍の愛返ってきますけど、どうですかどうですかね、どうですかねって感じ。お気に入りありがとう。
位によるかもしれない。うん、リカさんにおすすめしてくれるの？グランパスとサンフレッチェ9月試合、うん、あるんだ名古屋で。広島だったらちょっと遠いかも。9月にあるんだ、行きたいね。もうユニフォームとかさ、今シーズンのユニフォームとか持ってないけどさ、あのいいかな、別に私服で行っても大丈夫かな。好きだな、ありがとう、何でも着られる、ありがとう。まあね、仲良くたくさんお話できてるだけで幸せ者なので全然気にしてないです、大丈夫です。ユニフォーム去年のとかでも全然、あ、そうなの、そういうもんなの。でもちょっとなんか、あ、そういうもんなの、ちょっと恥ずくない、でもちょっといいのか別に。遠いんだ、でもまあ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 、近所出身見守ってる。あ、いいんだ別に。あ、グランパスは持ってないです。あ、いいんだね。あ、そうなんだ、あ、そういうもんなんだ、じゃあいいんだ。確かにカラー合わせ、確かに年齢的にも見た目的にも大人ですからね。生誕、あ、確かに、あ、デザイン気に入らない、そういうのいいのか、いけるといいの。ミックスで見れる、うーん、確かに女性に配る、うーん、そんなのあるんだ、おお、ありがとうございます、ありがとうございます。でもなんか生誕ティーに関してはさ、ちょっとなんかあのすごい、あ、なんかすごいすごいっていう感じる。だってさ、それだけ前から押してたんだって、もう一目でわかる系だから。ハンディファンいいね、代表ご配信ありがとうございます。いっぱいコメントしてくれてたよね、ありがとう、うん、気のせいかも、ごめん間違えてたら。可愛すぎて、うわ、そんな年を目指したいですね、可愛すぎて着れない、なんだそれ。サイリムカラーありがとうございます。一年中いいよね、マリンさんの最初いいね、なんかいいね。一人で完成してた、ためどめで、ただにほののさんの、すごくない、どういうこと、すご、40分ありがとう、パンダティーまた来てね、生誕時買ったら忘れないでよ、すごいな、あーね、水色のやつだよね、確かに来年は多分くじもあると思うので。カキ、カキいいね、でもさ、ふゆっぴさんのカキやってた気がするから。24農業 T で、まださ、着てる人一人しか見てないから、ココハの農業 T シャツみんな持ってないのかな、もそもそも、そもそも、もう何、母数 2? 母数2かな、ココハの農業 T シャツ持ってる人、母数が3に増えました、母数が3に増えました、あります、あ、4だ、4分の1しかまだ見てない、あ、5分の1しかまだ見てないから、農業 T ね、あ、6着てよ、あ、みんなパジャマにしてんだ、まあ、確かにあの農業 T はね、後ろを見せてもらわないとあれだもんね、ココハの顔はわからないもんね、いや、そう、うちはね、うちは持ってきてほしい、農業の
何時、確かに隣はすごい、隣、隣ではないか、さすがに、お嬉しい、28当たれば、お待ってます、納涼って確かに涼しそうなあれだった、ダサいとか言わない、サイン付けの写真、納涼のか、ありがとう、メッシュ、ね、いいよね、次の子だったら来てください、袋に入ったまま、確かにな、なんかあのそう後ろを見せてください、だから納涼ティーはまあ前後ろ反対に来てもらっても全然いいんですけど、え、うちはでかいんだ、うちはもうねまだね2人とかしか見てないな、公園で2人ぐらいしか見てないですね、うちはもう、そう前後ろ逆に来てくれたらもうすごいからありがとうございます、背中見せてくれました、あの私の 7分の1来てくれた人を見たら、セタンティセタンティはね気づきます、私も奥のです、すげえマジありがとうございます、うちわカバーセリアで丸型売ってるって、みんなよかったらどうぞ、うちわもね、来てもらえるように当たるように願ってきます、同じ名字ということで押します、嬉しい嬉しい、なんかさ多分名前が同じで押し、なんか名前が同じ人はさ多分もういないからさ、このようにそんなにココハっていう、まあ、結構いるっちゃいるんですけど、だから名字同じで押してくれさるの嬉しいですね、ありがとうございます、すりこのうさ耳つきの、うえーかわいい、逆に着るか、そう背中が28のいい声出ます、ハチキリスのビブス着てた人はエスコーン、昨日のエスコーン、でも一人しかなんか分かんなかったな、着てるって思った人、千葉カバー印刷持ってやだね、同姓同名って、ココハもさ、あの幼稚園小学校中学校同じだった友達と、友達と同姓同名の子が高校にいましたね、びっくりしちゃった、あれ高校一緒だったっけと思ったら違う人だった、名前を押しなら石黒ちゃんかな、うん確かに確かに、今大富豪のメッセージ月ともにしてる月ともにしました、今ありきたりの名字だけど地域的に、うーんそうなんだ、45分、ありがとう、同じ名字応援してくなるんだまあ確かに、そろそろ終わるか、同じ名字いないんだ、でもココハもそんなに会ったことないかも、そんなにっていうか実際には会ったことないかもしれない、ああるわ嘘あった、奥さんになってくる、結婚するの一人いるんだ、流れ星ありがとうございます、21投げました、推しの2人の隙をついて再振りますありがとうございます、では待てます、 K2 に1人、うえー意外と合います、名字もまあ言いたくなったらトーク会とかで言って20なんで2人そろそろ終わるか、今日も一日お疲れ様でした、どっかで公開してくれるんだそれでは大富豪も引き続きあの70億目指してますのでよろしくお願いします、私もたくさん
やるようにします。また来ます。ありがとう。おやすみなさい。バイバーイ。